腹減ってるだろう、同志殿。すぐ支度するや。ありがとう、おじさん。けど、ちょっと出てくるよ。そうかい？じゃあ支度して待ってるとするや。お代は気にしなくていいからな。俺のおごりだよ。本当？ありがとう。じゃあ、ちょっと行ってくる。ほんと、綺麗な湖だな。ああ。だけどこの湖の美しさとは裏腹に、レディレイクの街は汚れてしまっている。うん。俺も汚れを感じるようになって実感した。このままじゃいけないよ。ここレディレイクだけではなく、世界は確実に蝕まれていっています。このように美しい景色であっても、天族の加護がないことをなんとなく感じるでしょ。思ったより動きやすいな、この格好。一見儀礼風だけど、実用的に作られてるね。はい、旅にもうってつけの服ですわ。ちょうどいいあれがあったんで。金のサーチで。11774。この11774をサーチして。これで8点出たんですが、結論から言うとこれがお金ですね、一番。あとは、これ、ダミーとかそういうやつですね。で、これで。例えば、これをこの、変わりましたよね。こうやってメモリーを直接書き換えてもいいし、こうやって調べると、この場合はここにレジスターの6に、この今の BP の状態で999999999 っていう数値が入ってるんで、このレジスター5をレジスター6に変えちゃえば、購入するたんびに999999999ガルドになるってことですね。あともう一つは、この比較命令の次のブランチ命令、分岐命令のところを、これ見ると、ここに飛んでくるんで、これを、分岐しなくしちゃえば、そうするとこうなりますね。1101001000万10万100万1000万9億9999万9999っ
ていうマックスマネーになるってことです。だからメモリを直接書き換えるとか、命令を BP かかったところの命令を書き換える、ここを直接、これを直接 R6 に書き換えるか、こういうふうに分岐命令をなくすような変化を起こさせてやればマックスマネーになるってことですね。だからこういう数値があると楽ですよね。 3BQACQFF ここにもあります。これは、9の9桁ですね。 3BQACQFF はということで、以上です。このブランチ分岐命令レスザンイコールちっちゃいか同じ、このちっちゃいか同じっていうやつを、ノップでノーペレーションにしたら99999になりましたね。 R5 がつまりこれはここへ飛んで R4 の現在地が R5 にコピーされて、で、ストアで書き込まれる。だからこれを、ここへ飛ばないようにしただけで、今度はこれを、さっき言ったようにこの6にもうマックスが入ってるんですよね。このレジスター6にだからこれをレジスター6に変えちゃいます。変えちゃうにはここを ABC にすればいいんですよね。多分この A がさっきはこのブランチ命令を何もしない NOP に変えたんですよね。今度はこれを いきなりこれ6に変えちゃえば、ほら65だった11674が6に変えたからマックスになりましたね。それで、で6に変えたんで、これをスタートさせたら、ほら、これでもマックスになりましたね。これ頭ゼロつけないとネットチートが読み16進数と判断できないんで、つまりアドレスが4バイトずれてますが、あ、4バイトじゃねえや。12バイトか。
ずれてますが、これもマックスマネー、これもマックスマネーになるってことですね。これでどっちのコードでもなる。直接メモリを書き換えてもいいし、アセンブルにアセンブル命令を変化させていじってもどっちでもいいってことですよ。そうすればもうこれはもう、あ、これ今これまた、これでも全然変動するたびにもマックスマネーになるということですね。そういうことです。